ユマスに入る前に僕は漁師でした。大学と大学院で歴史を勉強しましたが、それはあまりいい仕事にならなかったので僕が船に乗って魚を取ったりとかしました。ユマスに入学する前に僕の日本語はゼロでした。ビトコンのことで言うと、サイレックはすごくいい思い出になりました。どうしてかというと、友達いっぱい作ったり、すごい楽しい時間でした。その上に日本語が全く話せない状態からある程度コミュニケーションができるようになって、そしてちょっと日本語の、自信がついたので、その相手にこれはすごくいい思い出だったんです。初めてサイラックに入った時すごい気に入ったのは、授業のサイズがちょうどいいと思いました。多すぎるとあまり話すチャンスがないし、少ないすぎると他の人の日本語を聞くチャンスがあまりないですね。でもサイラック の人数ですよ、授業、一つの授業の人数がちょうどいいと思いました。今僕は奥崎に住んでいます。研究所で翻訳とか通訳とか英語のネイティブチャンネルをしています。僕の日本語のレベルは毎日仕事で日本語を勉強されているし、日常生活も日本語をしか使ってないので、ある程度できると思います。